もお疲れ様です今日も創価学会についてちょっとだけねお話ししていこうと思います本日取り上げる YouTube チャンネルはこちらですね、えー、私もたびたび拝見してるチャンネルではあるんですけども今回タイトル「創価学会正式コメント」 総価学会政治部は存在しないというね、ことでございます。あの、YouTube の仕様が変わってですね、いつもと違った画角になってますので、えー、ちょっとに違和感を感じる方もいると思いますけども、あの、動画概要欄に、えー、こちらのね、えー、方の YouTube チャンネルの該当 URL をつけておきますので、そちらの方でご覧ください。えー、7時間前に更新された動画で、すでに視聴回数が 835回ということでねかなり注目を浴びているチャンネルではあると思いますけども今回特に創価学会の正式コメントを X から抜粋してきてくださったんで私もね非常にわかりやすかったかなと思います、えー、こちらの方でね語られている結論としてはまず創価学会に政治部というのは存在しませんよっていうことで私の放送でもたびたび申し上げてきたんですけどもあの例の創価学会政治部の淡田進さん この方が所属しているのが創価学会の政治部であるというよりも、淡田進さんが創価学会の政治部というものを創価学会に対して非公式にスタートしているってことじゃないかなと思います。そして先日創価学会の中から現れた え、池田創価学会というね、一般社団法人でしたっけ、こちらの方の発表も、淡すむさんがされていたわけですけども、こちらの方も、創価学会の正式な部門ではないということが、あ表明されておりましたね。えー、ですんで、X の創価学会正式コメントの中で、えー、この淡すむさんの立場ってのは別に担保されてるわけではないよっていうことでございます。まあでもね、私の考えですけども、 アータススムさんが個人的に始められたことかもしれませんが、これがですね、 本家の創価学会が認めざるを得ないものぐらい正義と忠誠に富んだものならばいずれ創価学会が今度は正式なの釈明としてですね釈明といいますかね報道として淡、えー、田進さんの政治部の存在を認め池田創価学会を支援する強調していくってことになるかもしれませんその辺はまだ未知数でございます淡、えー、田進さんご自身がこれからの私の活動を見てくださいというふうにも言われてるみたいなんでの。えー 全てのことをね、今この時点で決めるんではなくって、えー、この創価学会ってものがどのようにねこれからあ進んでいくのかってことを見ていこうかなっていうこところでございますで今回ねこの YouTube チャンネルの中でも語られていたんですけども私がね共感するところが2点ありますそれは創価学会の会員さんも単なるイエスマンではなくってきちんと自分の考えと道を、えー、勇気を持ってね、えー こうご自身で発信することができるんだなっていうことのその大きな分岐点としてアータス,スムさんっていうのが今回出てきてはないかな出てきたのではないかなと思うところです。もう一つは確かに公明党は池田大作先生の言われていることや公明党の実現したいことと真逆を言っているってことですよね。特に武器輸出広報案ね公明党は戦争をして お金を儲けようと思ってるとんでもない、えー、国政制度だってことが分かりましたあ今回本当にねこれはね永遠の恨み節と思ってもいいですしあのこんな公明党を野放ちにする創価学会はやっぱりとんでもないところだなというふうに怒りを私はね新たにしましたあのまさにね公明党ってのはこの日本が戦争して儲けることで多くの人を 殺し、ですね多くの人不幸に陥れる上に、自分たちの公明党という政党を成り立たせようとしているところが、まあ、よく分かったんでね、これはどう考えてもねあの、認めることはできないんじゃないかなと思います、えー。ぜひね、創価学会にゆかりのある方、公明党に対しての思いを、この1点だけでもね、ね自民党のこう考えにね、同調するにも程があるなと思うわけですよ。こんなことがなんで許されるのか。 自分の家族や自分の身内だけが安全ならばこの地上における八十数億人の民のうち何割かが死んでも構わないと思っているのかそしてさらにこの日本という国で武器を作ってその武器が世界中の人をね殺す可能性があるとでさらにそれによって儲けようとしている間接的に利益を受けている公明党ひいては創価学会やっぱり私は許すことができないなと思います もしそうではない本意ではないという方がいらっしゃるんだったらあぜひね公明党に対して本当に回答の意思を示してもらいたいですし公明党をぶっ潰してもらいたいと思いますそれができるのは創価学会の会員さんだけです部外者である私にはとてもできませんもう全てはね創価学会の皆さんのむさんずんですよ公明党のこの傍若無人な振る舞いを許せるのかってことですよねえぜひ創価学会の 内部から公明党に対して声を上げてもらいたいなというというころでございます。いやここはもう本当に隠しきれない憤りが私はありますよ。公明党のせいにして総科学会は知らん存ぜるのはもう通用しないと思いますので、なんとかしてほしいなというというころでございます。はい、それでは動画概要欄の方をご覧ください。お疲れ様です。